そうだから、だから朝配信全然できなくて今日で、もともと今日あのビスの最終枠、最終日、最終日の4、5、6枠目のあのこの付箋をリアルタイムで書けなかったから、これを準備してたのに、なんと今日週5が激早になって、これを貼る時間がなくなっちゃって、そう6時には配信終わらないといけないんですよ。ごめんよ、フラペチノさん貼ってありがとう。誰かみんながお花畑したよ。お花畑した。今日は12月22日。もう明後日はクリスマスコンサートです。そう、リオは今日集合が早いんですよ。リオは研究生みんなバラバラだから動きが。だから今日さ、せっかく見に来たのにって方ごめんね。1個目さん、宮城のたかさんありがとうございます。ふりちゃんさんハート、すずかさんハートありがとう。おはようございます。今日も早起きして偉いね。そう、最近ずっと早起きです。最近ずっと睡眠時間が短くて、もうリオはもうリオは覚醒しております。逆に眠いけど、ごめんね。本当に楽しみに来てくれた方ありがとうね。今度また来てね。アップルアイスプレゼントありがとう。最近毎日朝配信やってますね。そう、お仕事の関係で夜配信ができないから朝にやってます。明日の朝はできると思うんですよ。この付箋がスケジュール変更がなければ、明日の朝この付箋ができると思うんですけど、もしスケジュールが急遽また変わった場合は、また変わると思います。チギフトさん、フラペチーノさんありがとうございます。リキケンさんプレゼントありがとう。ハスラスさんハートありがとう。タラちゃんさん雪の結晶ありがとう。自分ももう出勤だから挨拶だけね。あ、おはようございます。明後日コンサートなのやばいね。どういうやばいですかそれは。早いってこと？ドキドキ？あ、これ見て、みんな見てください。見える？なんかさ、これさ、マーナがね、ツイッターで見たけんって言って渡してきたんよ。なんか袋を止めるし、あのなんかプラスチック、そう、あのパンの袋を止めるプラスチック、菓子パンか、菓子パンのね袋を止めるプラスチックを半分に折って顔を描いたら猫になるんよって言って、なんか渡してきました、マーナが。しかも見て、リオツンって書いてる。見える？めっちゃぼやけてる。そう、リオツンって書いてます。ガチの寝起きですか？ううん、5時に起きたもん。宮城の中さんハートありがとう。
あさって誕生日です楽しみ。お、あさってクリスマスコンサート配信の時に言ってねコメントで、そしたら歌うから。宮城の高さんハートありがとう。昨日何時に寝たん？12時半ぐらい。でもね12時半はね早い方ですよ。カプセル貯めてたのに投げずに終わった。あー、それは悲しい。リはちゃんとマイケルさんに投げました。昨日はちゃんと寝落ちしなかったよ。寝落ちしなかった。 AKB480522 さんプレゼントありがとう。メイナのお花放置中。ううん、パーナが吹いた。もう朝ごはんも食べたの？うん、今日菓子パン食べた。メープルパン。しんごさんプレゼントありがとう。楽しみすぎてやばい。あ、それはわかる。グッさんプレゼントありがとう。みんなあのチャレンジのところから無料であのプレゼントがもらえるので、皆さんもらって投げてみてください。電気&暖房つけたまま寝落ちしてました。あー、それはいい。悲しいね。え、でもリオ電気つけたままリオ寝るから。今話題の、え、話題になったんこれ。え、そうなん、話題なん。マーナ流行りに乗っとるよ、やば。マーナウケる。え、みんなも作ってみてや。みんなもさ作ってみてさ、あのリオ積んで、あのリオの顔描いてからツイッターに載せてみて。もしパンの袋のプラスチックあったらリーニャで、リーニャで猫描いて。あさっても雨が降る予報になってますよ。え、そうなの。クリスマスコンサート、みんな気をつけようね。なんか冬の雨は寒いよね。なんか寒いし、梅雨の雨はムシムシするしみたいな。今日はゲリラでも夜配信難しそう。難しそうかも。今日はね、もう夜の夜まであって、ずっと朝から頑張る。フラペチーノさんプレゼントありがとう。早く終わる可能性がねなさそうな気がします今日は。そう、ユシさんプレゼントありがとう。ユチさんファイトありがとう。おはようございます。へえ、今日の昼あったかいんだ。気温差に気をつけやね。そうで、リオは配信8時までしかできないから、8時以降もお仕事あるので、もう少し長くできたらいいのにな。10時までできるようになったらだいぶ変わるんですけど。え、明日雪降るかも。やったー、楽しみ、楽しみに起きよう。え、明日と日曜日なんだ。あー、クリスマスコンサートの時じゃないんだ。あ、でもオンライン話し会楽しみ。差し入れでケーキとかあるかな、クリスマスだから。なんか差し入れも豪華そう。たかちゃんさプレゼントありがとう。そう、今日は冬至だけどかぼちゃ食べる。冬至って何？冬至だけどかぼちゃ。かぼちゃね、食べない、かぼちゃ食べない。でもね、前おばあちゃん来た時にかぼちゃスープ飲みました。初見の AJEL 愛さんありがとうございます。 SOG で研究生、中学2年生、14歳のリオツンこと若村リオです。ぜひフォローよろしくお願いします。じゃあ緑のテロップ出たら誕生日もかな。
それにさ、悩んでることもあるので、それもしっかり考えないといけません。あと歌唱力の練習時間もしっかり取りたいから、歌唱力も頑張ります。あ、当時っていうの、当時、確かに当時って聞いたことあるかも。ガッダー公演もリオツ見に行きます。売れていい。1年で一番夜が長い日当時。あ、そうなんじゃ。今日、じゃあまだ夜が明けてないんだね。え、あ、早くに暗くなるってことか。あ、水ようかんさんプレゼントありがとう。まだこんばんはかと思った。でもまだこんばんはだよね。こんばんは、こんばんは。え、おはようは何時からなんじゃろうか。で、リオの勝手な予想は5時からおはようで、夜の6時からこんばんはかな。だよね。ゆず湯入ったことないのか。ゆず湯、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 お湯にゆず入れるの。入ったことない。みかん湯も入ったことないよ。よくあるやつ、みかんの皮をなんかお花みたいにして浮かばせるやつ。キュウリ湯、キュウリ湯、キュウリ湯いいね。キャラメル湯もいい、チョコ湯もいいわ。ポテト湯もいい。ポテト湯、ポテト湯よくない？いいよ。あ、あとみんな気づきましたか？モコモコパジャマを出してもらいました。かわいいハートです。マコツン、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 マコツン。マコツンだよ。お花にいいんだよ。へえ、良さそう。柚子のいい香りしそう。柚子好き。リオ、リオね、柚子とか大葉とかシソとかバジルが好きです。いう、なんか香る系、香る系が好き。どっちが早く浮くか選手権やるのよ。浮く？浮くって、人って沈むよね、水の中だったら。でもなんか無関心になったら、無関心、違う、無表情、無心、無心か、無心になったら浮くらしいけど、わかんない。まこつん、まこつん、まこつん、かわいい、まこつん、まこつん。これさ、クリスマスコンサートの時にはさ、ちょっとさすがに撮らないとだよね。でもね、全然治らないんですよ、痛い。ほら、全然治らん。後になる系かな。でも結構ね、ぐっさりいってる。やばーい、やばーい。ほら、なんか目立つし。いや、パソコンの取り方やばかったね、今。ゴリオパワーした。ひったくったから。そう、何をしたらそうなったの。あー、知らないんですね。はしゃいでて
はーとか言ってたら、あの壁にぶつけて切れました。なんかさ、前撮ったところだけしびれとんだけど、なんかすごい感覚、すごーい。謎。あ、テロップ出た？てかもう前髪切らなきゃいけない。前髪。それでは男女読みたいと思います。ちょっとスクショタイム。あやー、頑張ろう。カプセル投げた。投げた。初見の ALBVSK さん、ありがとうございます。 SEO で元気生、中学2年生、14歳のリアツンこと岡村リアです。ぜひフォローよろしくお願いします。さあもう一回寝るか。お、リオのために起きてくれたの。リオの配信のためにラブ。指痛い、指痛い。治らない。お仕事頑張って。ありがとう、頑張る。ほんまに今日は予定変更でごめんなさいね、ごめんなさいね。そうです、今日は木曜日、明日は金曜日、そして明後日はクリスマスコンサート。皆さん頑張りましょう、そして楽しみましょう。あとリオツンブログも見てね。今日あと研究生ツイッター昨日とか投稿してるので、いいね、コメント、リツイートよろしくお願いします。13位モモンガさん、ありがとうございます。12位、えリオに今日も頑張ってのチューさん、ありがとうございます。11位、チリチリミキャンさん、ありがとうございます。10位、あやさん、ありがとうございます。9位、マッハさん、ありがとうございます。8位、のりさん、ありがとうございます。7位、ムームさん、ありがとうございます。6位、ナラニスさん、ありがとうございます。5位、 AKB48-0522 さん、ありがとうございます。4位、宮城のたかさん、ありがとうございます。3位、フラペチーノさん、ありがとうございます。クリフラペチーノ。2位、鈴鹿さん、ありがとうございます。パーナの突き出すハート。そして1位はドゥルルルルルパン、ゆういちさん、ありがとうございます。フラペチーノさん、 I love you、 ありがとう、ありがとう、ゆういちさん。皆様今日は急遽予定変更でごめんなさいね。1307名の方見に来てくださりありがとうございます。20分配信でしたが、ありがとうございました。メナがペチャクチャしてる。お腹すいたのかしら。
今日は皆さん一日お互い頑張りようです。ファイツン。あとみんな本当に寒いから暖かい格好をして外に出ますよね。みんながずっとペチャペチャしてる。くしゃみした。受験のすーちゃんさんかな、ありがとうございます。 STUJT 研究生中学2年生14歳のリオツンこと岡村リオです。ぜひフォローよろしくお願いします。それでは1位ゆういちさん、ありがとうございます。ちょっと冒頭が汚いんですけどありがとう。リオツン配信でくしゃみせんよね。確かにあんまりせんかも。今日も冷蔵庫の中で仕事です。え、冷蔵庫、あ、工場、工場違うか、あ、冷凍庫、冷凍庫なんだろう。寒すぎるよそりゃ、そりゃ寒いわ。それではありがとうございました。明日は朝配信で、明日もしかしたらこのね、これができるかもです。それではバイツーン、やねー、ラブツン、ハイツン、おやすみツン、みんな行ってらっしゃい、おやすみなさい、行ってきます、ファイツン、バイバーイ、バイツーン。